ちは、カレンです。今回の動画はユニクロ C2024 年秋冬コレクションのご紹介です。レディース男女兼用小物全ラインナップと一部メンズユニセックスアイテムを着用もしながらご紹介していきます。ではスタート。まずはアウターから、ダウンクロップドベスト。クロップド丈で秋冬のレイヤードスタイルにおすすめ。コンパクトながらゆとりはあるので、トップス選ばずボトムスやワンピースにも合わせやすいです。この日はタイトめなアイテムと合わせてましたが、シルエットにメリハリができて可愛かったです。パフテックキルトコート、中綿のふんわり空気を含む立体感のある程よい厚みの素材に襟とポケットがポイント。オーバーサイズだけど膨張感がなくてスリットが入って動きやすく、撥水加工もあるのが嬉しい。ダウンショートジャケット、マットな生地にふんわりダウンが入った季節を感じるアウター。ショート丈でボトムス合わせやすく、襟やダブルボタンのデザインが目を引きます。ダブルフェイスラップコート、上質感のあるウールブレンドの超贅沢なダブルフェイス素材。ストンと究極シンプルなデザインが大人かっこいいアイテムです。スリーウェイコットンオーバーサイズハーフコート、ウエストベルトを絞ればシルエットのアレンジが楽しめるリラックスシルエットのコート。なんと中に取り外せるベストがあります。なのでスリーウェイの名の通り、それぞれでも合わせてでもいろいろな着こなしができます。こちらはメンズアイテムで可愛いと思ってピックしたダブルフェイスコート。程よいゆとりのあるリラックスシルエットで、女性の方が着るとよりこのオーバーサイズ感が可愛く、厚手のトップスとも合わせやすそうです。こちらはアウターですが、セットアップで着れるアイテムなので少し分けてご紹介します。ツイードオーバーサイズジャケット、着ているツイードに加えてストライプとブラックもありますが、素材が違うのと商品ページも別です。シンプルながら程よくオーバーシルエット、しっかりした生地なので立体的で、特に程よい肩幅の広さや尖り感というのかなが可愛いです。ジャケットとセットアップできれるタックワイドパンツ、これもツイードに加えて素材違いでストライプとブラックの3種類。ツイード生地のこれが従来のタックワイドパンツと比べても生地がしっかりしている分、落ち感があって新しい印象で気になる一本です。そしてこれですよ、注目のユニセックススウェットセットアップ。張り感があってしなやかな独自の素材で、フード部分が特に分かりやすいですが立体的で、パーカーそもそもはカジュアルなアイテムですが、デザインや生地のおかげで動きのあるスカートのようなきれいめアイテムとも合わせやすいのがポイントかと思います。ボトムスはワイドパンツのシルエットをベースに、裾をドローコードで絞れてシルエットを変えれる仕様。ウエストも絞れますし、高身長さんやメンズ向けに丈長めもオンライン限定であります。結構長めの印象なので、大体の女性は通常丈でいい気がします。次はトップス。オープニングのコーデで合わせてたこちら、極暖ヒートテックカシミヤブレンドクルーネックティ。名前の通りユニクロといえばの優秀生地のコンボ。ヒートテックの暖かさ、機能面に加え、カシミヤコンで滑らかな着心地抜群生地。暖かいのに程よい透け感があって、袖丈も長く、秋冬コーデのレイヤードでの着こなしに活躍しそう。機能面最高なのに、インナー感が少ないところに感動です。こちらタートルネックバージョンもあります。重ね着で首元や袖からチラ見せしたり、こちらも使えます。ブラウスは1種類出てて、シア素材で柔らかくソフトな生地にふんわりとしたボリュームスリーブがポイントになってます。3D メリノブレンドリブセーター、ユニクロ独自の縫い目のない 3D ニットのフィット感とシルエットがそもそも好きなんですけど、この女性らしい襟の空きと袖の長さが絶妙でめちゃくちゃ美しいです。カシミヤクルーネックショートカーディガン、着丈は程よく短めで、秋から冬にかけて長く着れる使いやすい一枚。カシミヤ 100% の上質な素材で肌当たりが気持ちいいし、
優しくぬくもりのある素材と空張りが可愛いです。同じ空張りと素材でノースリーブも可愛いです。1枚では比較的早めの時期から着れそうだし、レイヤードしてベストとしても合わせられます。さらに同じカシミヤ 100% のシリーズではゆったりめの V ネックもあります。もう一個可愛い推しのセーターがあって、このミックスヤーンポロセーター、ざっくりとしたカジュアル感のある編み地とカラーミックス素材で、またさっきのカシミヤとは違った印象、1枚で決まるスキッパーポロシャツのデザインです。続いてボトムスです。まずはスカート、メリノブレンドスカート、ウエストゴムに伸縮性のあるニット生地で着心地抜群、程よくウエストあたりの体のラインを拾ってくれて女性らしいシルエット。この大人なカラーブロック柄が素敵。無地のシンプルなバージョンもあります。ベルテッドフレアスカート、太めのベルトがアクセントにラップ調が可愛い、ふくらはぎぐらいの少し短め丈。プリーツロングスカート、Cといえば毎シーズン美しいプリーツスカートが印象的です。動きがあって軽やかで素敵。今季は大人なトーンのチェックっぽい柄が2パターンとワンカラーのものがあります。先ほどセットアップのところで紹介したので、パンツはこちらだけ。イージーワイドパンツ、チェック柄の秋っぽいカラーが可愛くてお気に入りです。無地のグレーもあります。スタイリッシュな印象ですが、ウエストゴムにストレッチ素材で着心地が抜群なので、オンオフ問わず楽々履けそうです。ワンピースも今回も豊富、気になってたこちらを着てみました。スムーススフレフレアワンピース、滑らかで肌触りの良いニット素材、程よく女性らしさが出るフィット感もありつつ、裾にかけてフレアになってて上品な印象です。シアー素材の大人な花柄ノースリーブワンピに、マルチチェック柄で大人な印象のフレアワンピース、無地もあります。少しさっきと違うチェック柄のこちらは襟とベルト付き、こちらも無地もあります。そしてここからは小物類とシューズ紹介していきます。まずは小物たちから。スフレチャンキーストール、ふわっと表面に肝を加工された柔らかな素材で、肌当たりが優しく気持ちよくて、もっちりとした厚みとボリューム感も目を引いて可愛い、絶妙なカラートーンがお気に入りです。ナイロン風デッドネックウォーマー、ポチポチボタンで留めて顔周りは絞れる仕様、フードのないアウターやトップスに足してファッションとして、あとさらなる防寒としても使えます。ダウンを使用しているのであったかくて撥水加工もあります。ミニショルダーバッグ、コロンとした可愛いシルエットにドローストリング仕様で程よくカジュアルです。ベルトの長さを調整して好みの持ち方ができます。ツーウェイユーティリティバッグ、内ポケット3つ、外ポケット2つの5つのポケットにマチもあって大容量、スーツケースにつけられるベルトもついてるので、旅行のプラスワンバッグや1泊ならこれ1つでも焼き出しそうです。ラスト、シューズです。パテッドレースアップブーツ、ボリューム感のあるソールに中綿入りのボディ、内側はフリースで暖かく撥水もついてます。中綿があるけどすっきり見えしてコーデのワンポイントになってくれそうです。クロッグシューズ、丸くてボリュームのあるフォルムが特徴、見た目より軽くてかかとのストラップはゴム仕様で履き心地も良さそうです。スウェードコンビネーションスニーカー、ソールの配色がポイントになってて、いろいろなスタイリングに合わせられるスリムなデザイン、足首のところなどクッション性があって履き心地もいい感じです。ストレッチショートブーツ、柔らかくてフィット感のある合皮素材、スリムな見た目ですが足先はスクエアになっててゆとりもあります。はい、ということで以上、メンズユニセックスは一部のみになりましたが、それにしても結構のボリュームな今回のコレクション、前シーズンと比べると秋冬の季節を感じるモダンで大人なカラートーンに、デザインはそぎ落とされた美しさとクリーンさもあって新鮮なラインナップでした。ぜひお買い物の参考にしていただけると幸いです。最後まで動画見ていただき
ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。